テクノロジーで人と社会に豊かさと快適さを。企業理念、テクノアメニティに込めた私たち日本触媒の心です。日本触媒は1941年日本で初めて無水フタル酸の工業化に成功して以来、触媒を使って化学品を効率よく作る技術を蓄積し、独自の進化と発展を遂げてきました。より豊かさと快適さを、テクノアメニティに込めた私たちの思いは、皆様の身近なところで様々な製品となっています。例えば紙おむつなどに使われる高吸水性樹脂をはじめ、塗料や接着剤、印刷インキなどにアクリル酸エステル、各種洗剤の原料に高吸アルコールや水溶性ポリマー、高層ビルや公共構造物にコンクリート混和剤用ポリマー、液晶テレビには光学材料用アクリル樹脂やカラーフィルター用レジスト、そして新エネルギーとして注目されている燃料電池にはジルコニアシートなど、さまざまな用途に幅広く日本触媒の製品が使われています。これら日本触媒の製品を事業ごとに見てみましょう。1959年、日本初の国産技術で起業化した酸化エチレンは当社の主力製品の一つです。さらに2010年、生産体制を強化し、現在国内最大級の生産能力を持っています。酸化エチレンをもとに誘導品としてエチレングリコール、エタノールアミンなどを作っています。それらは洗剤やポリエステル繊維など身近なものに使われています。酸化エチレン事業は誘導品を幅広く充実させることで安定した事業基盤を確立しています。アクリル酸高吸水性樹脂は日本触媒のコア事業であり、世界トップクラスの生産能力を誇っています。当社はアクリル酸だけでなく、その誘導品としてアクリル酸エステル、高吸水性樹脂も作っています。それらは塗料や接着剤、紙おむつなどの原料として使われ、安定した需要があるため常に高稼働を維持しています。高吸水性樹脂は主に紙おむつに使われています。日本触媒は製品開発力、革新的な製造プロセス、そして自社原料などの強みを生かし、世界1位のシェアを誇ります。これからも拡大するアクリル酸高吸水性樹脂の需要に応えるため、日本触媒は世界中で供給体制を強化していきます。精密・機能性化学品事業はアクリル酸や酸化エチレンなど日本触媒を代表する製品を原料として、さまざまな機能を付け加えることにより、独自の製品を世界中に供給しています。世界でも数社しか製造していないユニークな製品も多く扱っています。
電子情報材料事業は日本触媒が培ってきた独自の技術を成長が著しい情報材料関連のビジネスに結びつけ、新しい製品を生み出しています。ユーザーニーズに迅速に対応するため、営業、開発、研究が一体となった体制を確立、将来の日本触媒を支える一つの柱へと成長させていきます。日本触媒は1974年の自動車排ガス触媒の企業化以来、環境浄化に貢献する製品をお届けしてきました。新エネルギーの分野では、クリーンなエネルギーとして注目される燃料電池の心臓部材であるジルコニアシートなどの製品にも力を入れています。これらの事業の基盤を作り、今後の発展を支えるのが研究開発です。特に酸化触媒技術は国内外で高い評価をいただき、その個性的な技術をベースに有機合成、環境浄化、高分子合成の技術を発展させてきました。またプロセス技術の確立にも力を入れ、アクリル酸の製造技術は海外の数多くの大手メーカーに採用されています。技術立社を掲げる日本触媒は、従業員のおよそ4分の1が研究開発に携わり、吹田、姫路、筑波、川崎の各拠点で活躍しています。日本触媒の品質を支えるのが国内の強力なネットワークです。姫路製造所、川崎製造所、吹田工場の3つの生産拠点は、社是、安全が生産に優先するを常に心がけ、それぞれが得意とする製品を世界に送り出しています。日本触媒の主力工場姫路製造所は、およそ90万平方メートルの広大な敷地を持ち、アクリル酸、高吸水性樹脂、電子情報材料、新エネルギー触媒製品などの製造拠点となっています。またこれらの製品の世界展開を支えるマザー工場でもあります。酸化エチレンおよび誘導品を製造する川崎製造所、現在日本最大級の酸化エチレン製造装置が稼働しています。日本触媒は社会的責任をより明確にするため、テクノアメニティをベースに CSR 活動をもっと強く深く推進していきます。日本触媒の技術と製品は世界の産業界から高い評価をいただいています。お客様の要請にスピーディーに対応するため、現在海外現地生産体制、供給ネットワークを構築しています。テクノアメニティ、テクノロジーをもって人と社会に豊かさと快適さを提供するという企業理念の実現に向け、日本触媒は未来へ挑戦し続けます。